13位です。シュミット、19番パトリック・シュミットさん、ルクセンブルグ。ルクセンブルク、パトリック・シュミット23歳、1m68cm、57kg、シェフチェンコのあの同じコーチヨナスさんの指導のもと。シルク・ドゥ・ソレイユ、まず得意のジャンプ、そのルッツです。あー乱れた、ちょっと力が入りました。スピンはどうでしょう。フリップ3回転成功。フライングキャメルです。3つ目のジャンプ、ダブルアクセル。あーっと、これも サーキュラーステップ。ジャンプの得意のパトリック・シュミットですが、その得意のはずの最初のルッツで失敗をしました。これが後々の演技に影響してしまいます。簡単にいつもは決めていたダブルアクセルまでその影響を受けてしまう。このあたりが非常に難しい競技です。成功したフリップ、ステップからのソロジャンプ。後半に2回転半は彼の力ですと悠々いけるはずですが、空中でのポジションを取るのがなかなかうまくさっと入れませんでした。ちょっとショックを受けています。ピーター・ヨナスコーチ、おい元気を出せよといったところでしょうか。あのドイツの女子シングルのシェフチェンコのコーチでもありますヨナスさんの指導のもとスケートに励んでいます。彼はルクセンブルクの言葉、ドイツ語、フランス語、英語 OK です。練習はドイツへ通っています。なかなか力があってもその実力を発揮できない、力んだり、あるいは時には微妙な運が左右したり、何しろ4年に1回のオリンピックです。体調、精神力、そういったものをピークに持っていく、コンディションは整えてもなおその舞台が力を発揮させてくれない。
スマイルと声が聞こえました。The marks for Patrick Schmidt required 得点です。3点台、3-5, 3-6, 3-7, 3-7, 3-8, and 3-3. プレゼンテーションは少し伸びると思いますが、4点台。現在クーリックトップ、エルドリッジ2位、3位ヤグーディ、4位キャンデロール、そして日本田村が9位、本田が13位です。